3匹の熊昔々3匹の熊がいました。森の中にある家で一緒に暮らしていました。大熊はとても大きく、中熊は中くらいで、小熊はとっても小さい熊でした。大熊は大きなお椀と大きな椅子を持っていました。中熊は中くらいのお椀と中くらいの椅子を持っていました。小熊は。 小さなお椀と小さな椅子を持っていました春の初め3匹は外へ出ました森の中で遊びたかったのです